どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、はい、リクエストいただいてました。はい。丈太郎のへこびで、まあ丈太郎のベーシック角出しと今ご覧いただいている変わり結びの、はい、結び方を。梅津さんに教わりたいと思います。梅津さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと緊張してます。はい。この後ね、ちょっと実践に一緒にいただきますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、梅津さん、実践の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。角出し結びという形で、はい、ちょっとご紹介いただきたい。角出し結び、はい、やってまいります。はい、まず、1回、2回と巻いていただきまして、針の方を少し動かして、1回、締めます。はい。で、なるべく体の近くで締めていただくと、しっかり締まると思います。そして、この手の方を、自分の方に、半分くらいにして、寄せていただいて、これを仮紐で締めます。これが、最後、この角になる部分になります。はい、で今度ここですが、ここからちょっと一個、ちょっと2個ぐらいですかね、離したところから、まっすぐ折っていただいて、お紐が中から入ってるんですが、背中に乗せていただいて、またこれも前でしっかり結びます。では、お紐の方ですが、前に行きまして、この最初に締めているお紐は、体の中に、しまってしまいます。はい。はい。首輪が入りました。そして、角出しのこの紐は、角を留めている仮紐なんですけども、はい、ここまで、できてますので、この時に、お紐を取ってしまいます。はい、取りますと、この角になっている部分がちょっと自由になります。じゃ今度は帯締めを入れていきます。少しずつ折りたたんで、そして、角になる部分のこのところに、折り込んでいって、折り込みを締めちゃいます。そして、このような感じで、締めて、丈太郎の角出しはちょっとだけ斜めに張り出すような感じにすると、うん、いいかなと、はい、でへこびやっぱり薄いのでちょっとぺちゃっとぺったんこになりやすいんですけど、うん、それをちょっと中を膨らませたりしてかっこよく締めていただければと思います、はい、続いては変わり文庫の結び方をご紹介いただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。角を早速2回巻いてきております。はい。で、角の方に締めまして、で、下結びします。これもしっかり結んでください。そうしましたら、
こちらを大きく広げて、はい、おんこにしていきます。一回折って、二回目も持ち上げて、で、中心、こんな風に、リボンができるようにしていきたいと思います。中心のところに山を作りまして、折りたたんで芯を作ります。芯を置きまして中心を刺します。このところも折りたたんでもう一巻きします。できましたら一番奥へ余った紐を入れまして、そしたら割ってしっかり形にしていきます。で、このところは少し開いて、はい、くるくるっと折りたたんで。入れてあげてください。おでこが自然に立ち上がるような形になります。こちらで完成ということで。はい。で、もし電車とか乗るときでしたら、このままぺちゃんこにしといていただくと、後ろに持たれても、形が崩れませんし、うんうん、おしゃれでしたら、歩くだけ、街中歩くだけっていうんであれば、少し立てていただいて、こんな風に、ちょっと横ですね。可愛く、立体的にしていただくと、華やかさが増すかなと思います。うんうん、そうですね。うちのへこびは程よい張り感があるので、うん、まあ、羽を上にしたり下にしたりいろいろアレンジしても雰囲気変わりますし、あの半幅と同じ感覚で、はい、まあ、ベースの結び方ありますけど、あとはもうそのお客様自身があの自由にアレンジができるので、うん、ぜひね楽しんでいただけたらなと思います。梅さんもねいろいろとアレンジしてますよね。はい、ぜひお店に見に来てほしいですね。そうですね、はい、いろんなね、はい、へこびありますのでね。はい。あの、お店でも、あの、着方教室や結び方教室を、予約制で開催してますので、はい、あの、実際にレッスン受けたい方は、うん、ぜひご連絡ください。わかりました。じゃあ、梅さん、2本ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。